がエコ自慢、環境こだわり農産物栽培補助って言うんですか。そうですね、補助、はい、補助。農薬化学肥料を通常の5割以下に減らし、さらに琵琶湖周辺環境への負荷を減らして栽培していますっていうのは、これコンセプトですね。これはですね、滋賀県が独自に規定してる、そのものなんですけども、いわゆる滋賀県が琵琶湖を抱えてるんで、うん、とにかく環境にいい形でということで、されてるのに、うちが一応認証を受けたということですね。ちょっと違うやり方を木山さんが、違うというか、水耕栽培をやってるんですけども、はいはいはい、水耕栽培そのものはもう昔からあるものなんですけども、そこになるべく環境化をかけないようなものをやりたいということで、まあ実は E ファームの E はエコロジーの E から取ってるんですけども、まあ環境保全型農業をやりたいなと。ちょっと見せていただいてよろしいですか。はい、綺麗だね。これは今、これが水菜ですね。やり鍋とか入れるやつですね。そうです、そうです。でもほぼ切っていいぐらいの時ですか、これ。そうです、これでもうあと4、5日で収穫ですね。で、まあ、見ていただくように、これずーっと大きさが向こうに行くと小さくなっていくんですが、もうすごいグラデーションみたいに小さくなってるこれを回してるんですね。そう、いわゆる毎日出荷をしたいという、もうそれこそ1年中ということになるんですけども、もう一番基本はこれでしょ水しか、まあ土ないよっていう。そうですね、このタイプ、土のないタイプですよね。土がないくて、水だけで、こうやって、全部向こうまででしょ。そうです、奥、約100メートルほどありますけども。すごいね。ちょっと見ていいですか。そうですね。根っこをこうして、あ、こういった形ですね。すごいすごい。土だとこうもいきませんもんね。でも中はもう水だけと。土ない、大丈夫。そう、土ない、大丈夫。根っこがまず見れる。他に利点は何があるか。あのですね、一番大きな土っていうのは、土作りというのはどちらかというと名人芸に近いようなものがありますよね。長年のこう経験とか感とか、そういったものがなくて、我々としては、まあ、科学的というほどではないにしろ、成分をきっちり整えて作れるんで、ここの中に肥料が入ってるんですが、ずっと循環しております。ですから水が回ってて、外部にその肥料液が出ていかないと。ああ、そっか。土だと染み出してって、土ですとその土地にも出る。雨水が川を通して全部流れていくんですね。で、この辺だと琵琶湖すぐ近くですから、それが誰よりも琵琶湖を汚して、で、あと、まあ、そういったものを見たら除草剤なんかも使いませんから。あ、虫が湧かないってことですか。虫というか草もですね。草は他は生えないですよね。だって土だから混ざってるわけで。除草剤いらないですよね。これもやっぱり自然破壊には、環境破壊問題が大きいですね。これでも種が中に見えますね。ちょっといいですか。いいですよ。ここ種がほら、ここに根元にあった。ここに種を置いといて。そうで、まあ、発芽をさせて、この大きさになったぐらいで、ここに。ああ、で、持ってくる。で、持ってきて、定食というか、植え付けをしてるんですね。植え付けて、で、水を回してると、みるみる大きくなる。そういうことです。大体ここの同じ場所で、1年間に10回ぐらい取れます。重毛作。はい。それ、土の場合は、それできるんですか、重毛作。そこまでは回転は回せないと思いますし、水耕栽培ならではなんですか。そうですね。それはなぜ回せるんですか、水耕だと。やっぱり一番多いのは、連作障害がないんですよ。同じとこで何回もやってると、土の栄養がなくなって、ほら、育ちが悪くなったり、病気になったりする。そういうことがないんで。下は全部いつも新鮮に変わるから。それと、まあ、取ったらすぐに植えられますよね。それはやっぱりまた耕しというのがありますけど、このぐらいでいいから欲しいね。ね、やりたいね。